熱で早退した息子を連れて帰ると、葬儀に行ったはずの夫と姉がなぜか我が家に。一番奥寝室へそっと近づくと、中から声がした。男女の声だ。私はその両方に聞き覚えがある。もう急に呼び出してわがままね。仕方がないだろ、急に時間ができたんだから。でもいいわ、そのおかげで堂々とこの家に入れたんだから。寝室にいたのは間違いなく栄一と、そして姉だった。せかさないでくれよ、離婚ってそう簡単じゃないんだ。だから待ってるじゃない。でもできるだけ早くしてよね。わかったよ。私は血の気が引くのを感じていた。今、なんて言った？離婚？姉がここに住む？一体どういう意味だろう？大変、おばさんが襲われてる。水木は悪者に気づかれないようにそっとキッズスマホを取り出すと、カメラを起動して二人の姿を動画に撮った。とんでもない動画を受け取った親戚一同は、私の名前は佐野遥、32歳、フリーのライターをやっている。以前は会社に勤めていたのだが、結婚し出産をした時にフリーになった。3歳年上の夫栄一とは、大学の時友人の紹介で出会った。数人のグループで遊ぶうち、何組かできたカップルのうちの一組が私たちだったという感じ。大学を卒業し就職して仕事に慣れた頃、どちらからともなく結婚しようという話になり、順調に話は進んだ。こうして順調に人生を歩んでいる私だが、一つだけ頭を抱える問題があった。それは姉の彩香のことだ。姉は私より3歳年上、栄一と同い年なのだが、2回離婚歴がある。離婚理由は2回とも姉の浮気だ。姉は幼い頃からやりたい放題、わがまま放題。両親がそれをいさめると何時間でも泣き続けて、自分の要求を通してきたそうだ。そのせいか、私は物心ついた頃からあまりわがままを言わないおとなしい子供だった。いつも姉が泣き叫んでいる姿を見て、やっていいこと、悪いことをなんとなく学んだからかもしれない。姉の最初の結婚は18歳の時。高校を卒業してすぐに付き合っていた彼氏との間に子供ができ、入籍して出産をした。その子が3歳の時、行きつけのカフェの店員と浮気。それがバレて離婚された。結局その浮気相手とも続かず、実家に戻って仕事もせず、両親のすねをかじってフラフラしていた。その間何人もの男性と関係を持ち、子供ができた相手と2回目の結婚をした。そして2回目の結婚も長くは続かず、また姉の浮気が原因で離婚。今はその3回目の相手と再婚し、どうやら落ち着いている。これまで姉の素行に振り回され続け、私も両親も気苦労が絶えなかった。私たちの平穏な生活のためにも、このままおとなしくしていてほしい。私は出産を機に会社を辞めてフリーになり、子育てに重心を置いた生活にシフトした。いやー、よかったよ。在宅なら家にいるのと変わらないから。うちの会社は奥さんが外で仕事をすることをあまりいいことと思わない風潮があるからね。妻がいつまでも外で仕事をしていることを、栄一の職場ではあまりよく思われていないという。栄一が勤めているのは一流企業。世間的にはエリートと言えるだろう。これまで栄一の会社の集まり、例えば創業記念パーティーの時になど、他の奥様方と話をする機会に恵まれたが、いつも専業でないことを驚かれた。エリートの夫を持てば、妻は家庭に入って夫を支える。内助の功こそ素晴らしいと思っている方ばかりだった。収入に不満はないだろうに、どうして仕事を続けているのか。
はっきりとそう聞いてくる人も少なくなかった。栄一もおそらく本心では私に専業になって全面的に自分を支えてほしい、そう思っていたのだろう。正直少しだけ傷ついた。だって栄一は私の仕事を認めてくれている、そう思っていたから。だが本心はそうでも、きちんと私を認め仕事を続けることを許してくれていたのは事実。私は心の傷に蓋をして今まで通りに普通の夫婦を続けることにした。こんなことをほじくり返してもいいことはない。それに本当に小さな傷だ。このくらいのことはどこの夫婦にでもあることだろう。私は自分の仕事を誇りに思っている。その誇りを胸にこれからも今まで通りに仕事を続ける、それだけでいい、そう自分に言い聞かせた。そんな少しモヤモヤした気持ちを抱えながらも育児に忙しい毎日が続く。瑞希はすくすくと成長した。大きな病気をすることもなく明るく元気で、毎日が大変だけど充実している。本当に瑞希は元気だな。あるかも大変だろう、毎日こんなのの相手してたら。本当に時間と体力がいくらあっても足りないわ。私がそう答えると栄一は笑い、いつも何か言いたげな顔をして終わる。おそらく栄一が言いたいことはこうだ。じゃあ仕事を辞めればいい。口には出さないが目がそう言っている。そして代わりにこんなことを言うのだ。まあいろいろ調整していくしかないさ。遥かもあまり無理しないようにね。自分がもう少し子育てを手伝う、そんな言葉は一度も出たことがない。仕事が忙しくそんなゆとりがないのかもしれないが、私はもう少しだけ子育てに関わってほしかった。瑞希が生まれて間もなくの頃、一度だけ喧嘩をしたことがある。慣れない育児、深夜に何回もの授乳、おむつ交換、私は睡眠不足でフラフラになった。そして栄一にこう頼んだのだ。ねえ、短い時間でいいから育休が取れないかしら。栄一の会社では産休育休制度も充実している。何しろ大手の会社だから率先してそういうシステムを取り入れているのだ。だが栄一の答えはこうだった。あのね、育休が取れると言っても実際に取ったらどうなるか分かってる？僕の出世に関わる問題だ。そのためにみんな奥さんが育児に専念してるんだよ。私にも仕事を辞めろっていうことね。私がそう言うと栄一は苦い顔になった。そうは言ってないよ。だけどどうしても子育てが無理だっていうのなら何か方法を考えないとと言ってるんだ。そうだ、ベビーシッターなんてどうかな。確かに栄一の収入ならそれも可能だ。だけど私が求めていたのは一緒に子供を育てるという経験をしてほしい、そういうことなのだ。私が言ってるのはそういうことじゃない。なんで分かってくれないの？私は泣いて訴えたが、とうとう栄一には理解してもらえなかった。出産後はホルモンバランスが崩れてそういうことになるらしいね。大丈夫だよ、時期が来れば落ち着くから。栄一はそうして問題をなかったことにした。私はそれ以来もうその問題には触れないことにした。夫婦でもどうやっても分かり合えないことはある、そういうものだと思って。そんな行き違いはあったものの、あれ以来大きな衝突はなかった。栄一は私が家事と育児に影響がない範囲で働くことを黙認していたし、私もどうしても手が足りない時には遠慮なく家事と育児の外部委託をした。栄一はお金を使ってヘルパーやシッターを頼むことはむしろハイソサエティのステータスだと思っている。海外のセレブはね、そうやって自分の時間を確保して自分磨きをするんだよ。日本人ももっとそうすべきだ。
それも一つの考え方として、私も利用できることは利用し、自分の好きな仕事を続ける。それはそれでいいのだろうと思うようにした。成長するに従って、水木はやんちゃになってきた。他の子と比べても活発で、好奇心旺盛。見ている分には楽しいのだが、たまに度が過ぎて困ることもある。水木が一番好きなのはヒーローだ。僕、大人になったらヒーローになるんだ。毎週決まった番組を見ては興奮し、ポーズを決めたり、戦いごっこをしたりする。それはいい。だけどこんなことがあった。親子三人で動物園へ行ったのだが、春のお花見シーズンのせいだろうか、酒を飲んで暴れた人がいた。水木はなんとその酔っ払いに立ち向かおうとしたのだ。この悪者め、僕が相手だ。酔っ払いの前に踊り出てヒーローポーズで変身しようとする。驚いた栄一が水木を抱えてその場を離れ、すぐに警備員が飛んできて事なきを得たが、本当に危なかった。その場で水木に危ないことをしてはいけないと厳しく教えたのだが、まだ幼い水木にはよく理解できなかったようだ。それでも自分でいろいろ考えたのだろう。ある時こんなことを聞いてきた。ねえママ、悪者がいても戦ったらダメなの？あの時水木は自分があの酔っ払いと戦ってヒーローのように退治できると思っていたみたいだ。水木はまだ小さいしヒーローじゃないよね。うん。だから悪者と戦っても勝てないでしょ。パパもママも水木が怪我をするのは嫌だな。そう言うとさらに首をひねってこう聞いてきた。じゃあ悪者がいたらどうしたらいいの？水木にすると悪者はどうしても退治しないといけないものらしい。私は今の水木にどういうのが一番いいのか考えた末にこう答えた。もしも悪者を見つけたらおまわりさんに教えてあげよう。おまわりさんに？そう、それが一番いい。水木はうーんと考える。おまわりさんにはどうやって教えてあげればいいの？おまわりさんって呼べばいいんじゃないかな。でもおまわりさんが近くにいなかったら？本当に幼い頭でよく考えるものだ。一体どういったものか。そうだ、水木はキッズスマホを持ってるよね。今の時代、子供に必要だと考えて決まった相手にだけ連絡が取れるようにしてある。電話は私と栄一、岐阜の3人だ。番号を押せばそのどこかにつながる。それから SNS もつながっている。私と栄一と義両親、そして近くに住んでいて水木を可愛がってくれる義姉夫婦とその子供たちがメンバーだ。うちの両親は IT 系はさっぱりなので、栄一の親族とだけその形でつながっている。水木がその SNS に自分で撮った写真や動画を送るとハートや星やコメントで答えてくれる。それで電話をかけるとか、写真や動画を送るようにしよう。そうしたら誰かがおまわりさんに言ってくれるよ。そうか。それで水木は納得したので、早速 SNS のグループにその旨を知らせておいた。みんな OK のスタンプを送ってくれて、水木は大満足だ。これで一応危ないことはやめてくれるだろう。心配事とすればそのぐらいのこと。それまでの人生で一番厄介な姉と距離を置いていた私は、すっかりそう信じ込んでいた。そんなある日、栄一の大叔父が亡くなったと連絡があった。岐阜の叔父で施設に入っていたのだが、もう100歳近くになる方で老衰だそうだ。私は結婚の時に一度施設に挨拶に行っただけで、顔もよく覚えていない。そして運悪く、その日は仕事で出かける予定があった。
困ったわ。どうしても取材に行かなきゃいけないの。私が困っていると栄一がこう言ってくれた。あまり交流もなかったし、僕一人で葬儀に行ってくるよ。まだ水木にはちょっと無理じゃないかな。そうね、申し訳ないけどそうしてもらおうかしら。そうして栄一が一人で参列することになった。義父もそれでいいと言ってくれている。いろいろと手伝うことがあるだろうから、今日は通夜だけど朝早めに出るよ。私も午前中は仕事だから、水木は一時預かりしてもらうことになってる。夕方には帰るから。栄一は分かったと言って朝早くに家を出た。私はそれを見送ると水木を連れて保育園へ行く。これまではシッターさんに家に来てもらっていたのだが、そろそろ同年代の友人との交流も必要だろう。そう考え、最近は一時預かりをしてもらっている。私の仕事は午前中で終わるため、午後は仕事関係の方の舞台を見る約束をしていた。だが、突然保育園から連絡が入った。水木が熱を出したとのことだ。私は謝罪して約束をキャンセルし、水木を連れて家に帰ることになった。車で水木を迎えに行くと、思ったよりは元気そうだが、確かにちょっと顔が赤い。感染症の疑いがある子は預かってもらえない。今日はこの後は家でゆっくりしよう。家に帰ると、私は違和感に気がついた。栄一の靴がある。それだけじゃない。見たことがない女物の靴もある。派手な靴だ。よく姉が履いていたような。なんとなく嫌な予感がする。水木、しんどいだろうけど、ちょっとこのまま待っててくれる？私は水木を玄関脇のダイニングに座らせ、家の中を調べることにした。一番奥、寝室へとそっと近づくと、中から声が聞こえる。男女の声だ。私はその両方に聞き覚えがある。もう急に呼び出してわがままね。仕方がないだろ、急に時間ができたんだから。でもいいわ、そのおかげで堂々とこの家に入れたんだから。寝室にいたのは間違いなく栄一と、そして姉だった。ああ、早く堂々とここに住みたいわ。姉は私が聞いているとは思わず、そんなことを口にした。急かさないでくれよ。離婚ってそう簡単じゃないんだ。だから待ってるじゃない。でもできるだけ早くしてよね。わかったよ。私は体温が下がるのを感じていた。今、なんて言った？離婚？姉がここに住む？一体どういう意味だろう。姉は2回離婚したが、今は裕福な会社社長の妻になっている。最初の結婚の時に生まれた子は元夫との子だ。姉の義母が姉には到底育てられないと主張して、元夫側が引き取ったのだ。姉はあっけらかんとしたもので、子供がいたら次の恋愛、結婚の邪魔になる。そう言ってすんなり渡していた。その時にはなぜだか慰謝料は発生しなかった。あいつらが私に未練たっぷりで、いつか戻ってきてくれる、そう信じてるからよ。姉はそう言っていたが、おそらくそれは本当だ。そんなことがまかり通るのは、姉が美人で魅力的な女性だから。これだけは否定できない。子供の頃からわがままが通ったのも、お人形のように可愛かったからだ。姉は父親に、私は母に。ハンサムな父に似た姉は、どこに行っても注目される愛らしさ。ごく平凡な母に似た私は、特に目立つことのない子だった。姉のように、私はある意味劇的な人生を歩んでおらず、今もなお平凡に生きている。だからその話を聞いた時にも、子供の頃と同じように冷めた目で姉を見るしかできなかった。
姉が2回目の結婚をして出産をした翌年、私も結婚し、そして瑞希を授かった。普通に出会って、普通に交際をして、普通に結婚をした。十分満足で幸せだ。私がそんな普通の幸せをかみしめていた頃、姉はやはり浮気が原因で2回目の離婚をすることに。今度は慰謝料と養育費を請求されたのだが、その浮気相手が会社を経営しているお金持ちで、全部まとめて払ってくれたそうだ。やっと私にふさわしい男が現れたわ。前の2人は言ってみれば前菜みたいなもの。これからメインディッシュを味わうの。そんな失礼なことを言っていたが、経済的には何の不満もない生活を手に入れて、姉は問題を起こさないようになった。だからいくらエリートとはいえ、妹の夫に手を出すなんて信じられない。私は混乱した。どうしていいかわからないままそこに立っていたが、突然吐き気に襲われる。二人に気づかれないようにそっとその場を離れ、音を立てないようにトイレに入ると吐いた。胃の中は空っぽのはずなのに、何かわからないものが次から次に込み上げてくる。その間に思わぬことが起きていた。私がなかなか戻らないので、瑞希が私を探しに奥の部屋に行ってしまった。私はトイレにこもっていたから、お互いに気がつかなかったのだ。瑞希が寝室に近づくと、中で何かの気配を感じた。きっと探検気分だったのだろう。瑞希は私がやったように音を立てずに、そっと扉を開いた。中からは人の声がした。今度は会話ではなく、うめき声だ。驚いた瑞希は、その声の主の顔を見て驚いた。それは何度か会ったことのある母の姉、つまり瑞希のおばさんだった。後ろ姿で誰かはわからないが、誰かがおばさんの上に乗って悪いことをしている。大変、おばさんが襲われてる。瑞希は悪者をやっつけないと、そう思った。そしてそんな時にはどうすればいいかを思い出したのだ。瑞希は悪者に気づかれないようにそっとキッズスマホを取り出すと、カメラを起動して二人の姿を動画に撮った。瑞希のスマホカメラには赤外線機能がついている。暗闇の中、苦痛に歪むおばさんの顔と、その上でうごめく悪者の姿をしっかり撮影できる。瑞希はそっとドアを閉め、安心できるダイニングに戻ると、大急ぎでその動画を SNS のグループに送信した。おばさんが悪者に襲われてる、おまわりさんに言って。瑞希のこの行動から、事態は思いもしない展開を迎える。私は胃の中のものを全部吐き出すと、ようやく動けるようになった。母親としては情けないことだが、その時まで瑞希のことには頭が回らなかった。ただ気持ちが悪く、吐き気を止められなかったのだ。瑞希は、生理的衝動が収まり、私は急いでダイニングへと戻った。瑞希は元のまま機嫌よく椅子に座っている。よかった。瑞希、もうちょっとだけおとなしくしていてね。うん。私は瑞希の無事を確認すると、夫と姉の成敗に取りかかる。トイレからダイニングに戻る間に考えたこと、それはまずあの二人を寝室に閉じ込めることだ。私はダイニングから椅子を2脚持つと、それを寝室の前に置いた。椅子2脚を並べると廊下の幅とほぼ同じ。これで外開きのドアは開かない。そうしておいて、少し移動してから私は栄一のスマホに電話をかけた。玄関にもダイニングにも栄一の荷物はない。おそらく寝室の中にでもあるのだろう。思った通り、寝室の中から着信音が聞こえた。ち、誰だよこんな時に。そんな声が聞こえた後、栄一が電話に出た。どうしたんだ、
今ちょっと電話しにくいんだけど。全くいつもの様子の栄一だ。もしかしたら今までも同じように騙されていたのかも。ごめん、実は瑞希が熱を出してね、保育園に迎えに行ってこれから帰るから連絡しておこうと思って。なんだって、瑞希は大丈夫なのか？大したことはないけど、今はちょっとでも熱があると返されるの。今から保育園を出るわ。私は必要な連絡だけ終えるとスマホを切り、また寝室の前に戻った。中では栄一が姉に私が戻ってくることを伝え、急いで身支度をしているらしい音が聞こえる。あれ、どうしたんだ？ドアが開かない。部屋から出ようとして栄一が焦った声を出す。どうしたの？わからないけどドアが開かないんだ。栄一が必死にドアを押すが、椅子が邪魔で開かない。どうなってるの？わからないんだよ。二人で必死になってドアを押し続けるが、もちろん開くはずがない。急がないと遥かが帰ってくる。私が帰ってきたら何か都合が悪かった？え？声をかけると栄一が驚いて叫んだ。私は栄一の声は無視しながら、二人に聞こえるようにスマホで電話をかける。あ、もしもし、私です。実はうちの寝室で夫と姉が一緒に寝てるんですが。軽く今の状況を説明する。おい、誰にかけてるんだ？栄一がどんどんとドアを叩くが答えない。わかりました、1時間ぐらいですね、待ってます。おい、誰にかけたんだ？なおもどんどんと音が続くが、無視したままダイニングに戻る。瑞希が心配だ。寝室のドアを叩く音は収まらないが、待っている人が到着するまでは相手にしないことにする。瑞希、ごめんね。大丈夫？うん、大丈夫。それでね、ママ、おまわりさんに言ってもらったよ。え？私は瑞希の説明を聞いて息が止まった。瑞希、寝室の中を見たの？うん、ママを探しに行ったの。なんてことだ。こんな幼い子がそんな場面を見てしまうなんて。私は自分の行動を後悔した。どうすればいいんだろう。それでね、悪者がいるからおまわりさんに行ってってみんなに言ったの。みんなって？おじいちゃんとか。そう言って瑞希が見せてくれた動画、確かに姉が誰かにひどい目に遭わされているように見える。よかった、栄一の顔まではわからないようだ。私はその一点だけは神様に感謝をした。瑞希が父親が悪者だと知ってしまったらどれほど傷つくことか。私は心を落ち着けて状況を整理する。さっき栄一と姉に聞こえるように電話をかけた先はうちの両親だ。本当は義両親にもかけたかったのだが、今日は大叔父の通夜だ。そんなところにさすがに電話はできない。そう思ったので後日にしようと思っていた。それで後回しにしたのに、まさか瑞希が岐阜にあんな動画を送ってしまうとは。どうしようと考えていたら玄関のチャイムが鳴った。はるかさん、いるのか？一体何がどうなってる？瑞希は大丈夫か？岐阜が何度もチャイムを鳴らす。もうこうなったら仕方がない。私は覚悟を決めて玄関を開けに行った。ドアを開けると玄関ポーチには義両親、義姉夫婦、そして親戚たちが。大叔父様のお通夜じゃないんですか？それどころじゃないだろう。思わず私がそう叫ぶと義父が血相を変えてそう答えた。お寺さんには事情を話して通夜は延期してもらったわ。お通夜が延期？入ります。義姉夫の声を合図のように親戚一同が我が家になだれ込む。義父はダイニングに座っている瑞希を見つけると駆け寄って抱きしめた。義母も涙ぐんでいる。義姉夫婦も親戚たちもほっとしたようだ。
一体何がどうなってるんだ。おばさんってあれは遥さんのお姉さんだろ。水木、お熱があるみたい。お部屋で休もうか。私が水木を気にして口ごもっていると、義士が水木が熱っぽいのに気がついて子供部屋へ連れて行ってくれた。実は私もまだよく事情が分かってないんです。そう言って今朝からのことをみんなに説明する。そして今は栄一さんと姉を寝室に閉じ込めています。分かった。義母がダイニングで私と一緒に残り、後の全員で寝室に向かう。間もなく義父の怒鳴り声が聞こえてきた。義父と親戚たちが問い詰めてくれて、いろいろなことが分かった。はじめはとぼけていた二人だが、義父が動画を見せて水木が送ってきたことを告げると、栄一はがっくりと肩を落とし、すべてを話し始めた。話によると、栄一が姉と関係を持ち始めたのは、私が水木を妊娠中とのこと。よくある話。妻の妊娠中についフラフラと夫が浮気をしてしまう。だが相手が妻の姉で、しかも既婚者。その事実が何とも情けなかった。私がおめでたと聞いて姉夫婦がお祝いに来てくれた。その時に姉から栄一に連絡先を聞いたそうだ。そして連絡を取り合っているうちに深い仲になってしまった。姉は確かに男受けするタイプで、最初の夫は離婚した後も復縁を何度も持ちかけていたとか。二人目の夫は浮気されたことに怒って慰謝料請求はしたが、財力のない姉には払えず戻ってくると思っていたようだ。残念ながら三番目の夫に財力があり、すんなりと慰謝料は支払われ、泣く泣く姉を諦めることになった。そんな悪魔的魅力のある姉に栄一もなすすべもなく落ちたのだろう。私は姉が栄一に手を出してくるとは思わなかった。なぜなら今の夫が社長だからだ。いくら栄一がエリートでも社長と比べたら格落ちするだろう。だから相手にするはずがない、そう思っていたのだ。だが姉は栄一を誘惑した。その理由はこうだった。はるかがエリートと結婚したのが気に入らなかった。義父たちの後で駆けつけた両親に聞かれ、姉はふてくされたようにそう言った。はるかは地味に生きてればいいのに、こんないい家に住んでさ、その上自分の好きな仕事までやって許せないと思った。栄一を籠絡した姉は栄一にこうささやいた。ねえ、私たち離婚して一緒にならない？私栄一に本気になっちゃった。うっかり姉とそんな関係になり、多少は後悔していた栄一も次第に姉の言葉に揺らぐようになっていった。特に姉の言葉で栄一に刺さったのはこれだった。私だったら仕事なんてしないで家でじっと栄一のこと待ってるのにな。はるかは仕事の方が栄一より好きなのよ。本当は私に仕事を辞めてほしいと思っていた栄一は、次第に私との離婚を本気で考えるようになっていたそうだ。私は全く気がつかなかった。栄一は家では本当にいい夫でいい父親だったからだ。わかったわ、離婚しましょう。そっちは勝手に再婚でも何でもすればいい。だけどきちんと払うものは払ってもらうから。私が離婚を突きつけると、栄一はおろおろし始めた。いやだ、離婚なんてしない。はあ？姉と結婚したいと思ったんでしょ？だったら願ったり叶ったりじゃないの？違うんだ。栄一はこの後に及んでやっと目が覚めた。そう言った。彩香とのことはなんていうのか、夢みたいなものなんだ。男のロマンというか。まったく馬鹿げた言い訳だ。そんなことどうでもいいわ。とにかく離婚はしますから。遥さん、すまない、
責任を持って栄一には償わせる。義父が力を落としてそう言った。とてもいい義両親なのに、その息子は本当になんてことをやってくれたのだろう。何しろ5年以上にわたって妻の姉と不貞を続けていたのだ。ちょっとやそっとの額で許す気にはなれない。それから姉さんにも払ってもらうから。払うって何をよ。慰謝料に決まってるでしょ。私がそう言うと姉はケラケラと笑った。いいわよ、いくらでも請求しなさいよ。旦那が全部払ってくれるから。姉の言葉にその場にいた者みんなが絶句した。別にどっちでもよかったのよね。あんたと栄一が離婚さえすればそれで。どうして。言ったでしょ、あんたが幸せなのが許せないって。あんたが不幸になればそれでよかった。はるかのくせに生意気なのよ。姉は悪びれることなく胸を張ってそう言う。お兄さんに慰謝料を払ってもらうって、そんなことしてもらえると思ってるの。当然よ、あの人は私に夢中なの。お金でなんとかなることなら払ってくれるわよ。いや、払わないよ。突然そんな声がした。姉の夫だ。実は私の両親が義兄に連絡をしてくれていたのだ。君が何をしたか全部聞いたよ。さすがに私も愛想が尽きた。何言ってんのよ、あんたが私から離れるなんてできるはずないでしょ。さすがに妹を不幸にするために義理の弟に手を出すような人間とは一緒に生活していけないよ。ここでやっと姉の顔色が変わった。後のことは弁護士を通して話をしよう。もう君の顔は見たくない。ちょっと待ってよ。はるかさん、すまないね。さすがに今日は失礼する。また改めて話をしましょう。義兄がそう言って席を立とうとする後ろ姿に姉がこんな言葉を投げつけた。何よ、あんたなんか金を持ってるだけの親父のくせに。いいわよ、離婚して栄一と再婚するから。義兄は振り向かず家から出て行った。その後ろ姿があまりに寂しそうで誰も声をかけられなかった。私は栄一と離婚した。もちろん姉も義兄と別れた。まあいいわ、栄一はまだ若いしエリートだし、私の生活は何も変わらない。義兄は姉より15歳年上だった。それだけに広い心で姉を甘やかしていたのだが、さすがに今度のことは許せなかったそうだ。両親は姉と絶縁すると宣言したが、姉はそのことも特に気には留めなかった。姉の頭にはエリートの奥さんという明るい未来しか見えていないようだ。栄一は姉とのことをロマンと言ったが、姉も栄一にロマンを見ていた。そしてそのロマンは現実の前に見事に崩れ去る。栄一は左遷された。本社のエリートコースを歩いていると信じていた姉は、再婚禁止期間が終わり次第栄一と再婚したが、目論見は大外れ。栄一は私と離婚して姉と再婚したいと思い始めてから、同僚に私のことを愚痴るようになっていた。周囲に私がいかに悪妻か、そう吹き込んでいたのだ。道理で集まりの時などやたらと逆風だったわけだ。だがそれも全部嘘。妻の姉と不貞を働き、妻を追い出そうとしていた。そのことを会社に知られ、同僚たちから白い目で見られるようになった。さらに栄一はしばしば育児を理由に会社に休暇を申し入れていたことが分かった。栄一の会社は一流の会社だ。きちんと男性にも育休を取らせている。栄一は私にはそんなのは建前だけだと言いながら、育休と申請して休みを取り、姉と密会をしていた。実は義兄は栄一の会社と関わりがあり、義兄が本当のことをすべて会社に話したのだ。
すべての悪事がバレた栄一は地方の関連会社に飛ばされた。姉の人生設計は崩れ、今は二人で呆然としている。私たちが住んでいた家は財産分与で私の名義になり、他にもかなり高額の慰謝料と瑞希の養育費を一括で払わせた。もちろん姉からも払わせたが、どうやらそれも栄一の貯金から払ったらしい。二人は義兄に高額の慰謝料と姉が置いてきた子供の養育費も払っている。栄一はエリートだもの、そんなお金すぐに取り戻せるわ。姉も栄一もそう信じていたのだが、結局借金だけが残ってしまった。姉はなんとか新しい男を見つけようとしたようだが、二人がやったことは今の会社の人にも全部知られている。田舎の噂が広がるスピードは半端ではない。今では誰も姉と栄一を相手にする人はおらず、白い目の中で黙々と借金返済のために働くしかないようだ。姉は人生で初めて働くことになった。今まではずっと誰かに寄生して好き勝手生きてきたが、そのツケがまとめてきた形だ。私は住んでいた家を売り実家へ引っ越した。幸いにも仕事は順調だが、あんな場面を見てしまった瑞希が心配だ。両親にサポートしてもらい、心の傷が残らないようにしてやりたい、そう思ってのことだ。最初のうち瑞希は栄一がいないことを不思議に思ったようだが、すぐにその状況に慣れた。思えば瑞希が物心つく頃から栄一は忙しいと言って家にいる時間が少なくなっていた。パパは正義の戦いのためにお仕事に行ってる。瑞希はそう信じている。成長したら瑞希はいつか真実を知る日が来るかもしれない。できるだけ瑞希が傷つかないように両親と義両親の力を借りて瑞希を愛いっぱいに育てていく。僕が大人になったらママを守るからね、待っててね。瑞希は今日もヒーローを目指して訓練に余念がない。今は瑞希が私のヒーロー、その卵だ。きっと強くて優しい大人になってくれるだろう。その日を信じて前だけを向いて歩き続ける。それが私の使命だと思っている。